ほ。から降りられる。ただのガレージにしか見えないが。クラブはここだ。間違いない。それは警官の鑑定図か。そんなところだ。よし。行っちゃってる。見つかっちゃったな。おお、ゼントリー。どこにいる？ニールは臆病だが嘘はつかない。クラブはこの辺にある。ガレージの中がその下ってところ。畜生、見つかっちゃったぜ。仕方ねえぞ。黙っとけよ。ちょっとこれ見たいんだけど。どこにいる？おお、ハンマーすごい痛かったな、それ。血だ、血の匂いだ。死にな。どこどこどこ。はい。まだおるんか。もうやったかな、大体。ハンマー重たそうだな。おじさん、ちょっと待ってね。下にツップがある。
ソートンの説明書は何度も見た気がするな。この上かな。あれ？ないな。下か？え？え、なんもない。あ？え？はい。まだ残ってたのか。どこに行けばいいんだ？これか？外出ちゃうしな。あー、どこに行けばいいかがわからん。あ、これ？これかー。見てみろ。エレベーターを呼ぶ。絶対やばいとこですよ。ピンチにしてやるよ。もういきなり敵対な。ああ。ひどいありさまだな。何としてでも手がかりを見つけられたくないようだ。何を探せばいいんだ。そうだな。というか、その残骸を探すんだ。おい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 、化学汚染じゃ。やべえ。はい。この臓器にしまえ。せえなことやろう。なんか死にそうじゃねえ、これ。あ、大丈夫。動いてんじゃねえし、死んだら止まっとけ。当てたぞ。あいつと話せ。ここで俺が刑事はそっちだろう。でも俺には、はいはい、令状な。あ、あれカメラか。仕事ちょっといろいろ回収するぜ。サタラ、あ、なんかアナログレコード。お、サーバルーム。金欲しいぜ。これだけ？ 4 万円ぐらい欲しいんですけど。ダブルジャンプを覚えたい。
は、え、これ何、金じゃ金、 551CEQ。 おう、あ、もう失敗だね、 EQ ないもんね。なるほど、武士道わあ、ニコラ、1500円。あ、じゃ、金かね、あ、分けられねえのか、認証があれば分けられるんだ。お、あらさかマーク、古い感じ、ベルベットのリングチョーク、え、それだけ、ここやたら金欲しいな。密造酒、ん、最近亡くなったルシアスライン元市長は死んだ日ここにいたんだよな。ね、いたかもしれないし、いなかったかもしれない。誰と喋ってんの、お前は今日ここで死ぬかもしれないなんてね。え、誰と喋ってんの俺、こいつなぜこんな場所を見張ってるんだ、何もないだろ。見張ってなんかいない、待ってるだけだ。何をだ、報酬の送金をだ。言われた通り、ここを盛大に荒らす。死んじゃいけなかったやつだったのかな。にもかかわらず、まだ金をよこしてこない。依頼人の情報をくれたら、俺が報酬の半分を払ってる。半分、半分じゃ奴の身長くらいしか教えてやれないね。よく考えろ、今すぐ半分が手に入るのと、払われもしないかもしれない全額を待ち続けるのと、どっちがいいと思う。いいだろう、金をよこしな。答えろ、誰に言われてクラブを荒らしたんだ。ビルトン・ホルトだ。ルシアス・ラインの右腕、今度の市長選挙の候補者か。ああ、そのクズ野郎だ。助かるよ。ああ、あれ、金払ったの俺、払ったのかな、払いたくなかった死人に払ったの俺。こいつ、あれ、どういうこと。よくわからない。誰もいねえな。あ、 BD セット、大丈夫か。
まあ、なんとかな。何が起きたんだ。ラインの死因は心臓発作なんかじゃない。俺も最初からそう言ってるが、まずはラインはウイルス入りの BD で死んだんだ。くっそ、そういうことか。 B、 へえ。え、事務所を探すってまだ続いてんの？これか。事務所だな、多分。コンピューターだ、調べてみろ。ちょっと待ってよ。わあ、何これ。調べっか。フランシス・デルガト。クラブの人気が高まるにつれ VIP の来店も増えている。もちろんそれは喜ばしいことだが、傲慢は油断を誘う。え、昨日正体不明の何者かがクラブに侵入し、誰にも気づかれないまま20分以上滞在した。このような事態は許されない。改めて全員に言い渡す。決してクラブの話をするな。招待客以外の立ち入りは厳禁。怪しい人物は逐一セキュリティに報告。決してクラブの話をするな。絶対にだ。ポルト、昨日例の友達がクラブをと、ん？訪れがっている。ちょっとトラブルがあって動揺しているから不安を与えないようにしてくれ。ああ、ん？クソ、クソまずいことになった。ラインが死んだかもしれない。いや、間違いなく死んでる。やつはここに来てまっすぐ自分のブースに入った。その時は絶対に一人だった。ところがそのまま5時間経って、いつも2時間ぐらいで出るからおかしいと思って様子を見に行ったら死んでたんだ。どうしたらいい。何もするな。うちのものを向かせる。それまでは誰もクラブに入れるな。今いる他の客とスタッフも全員出せ。ガス漏れか害虫駆除か爆発予告とでも言っとけ。今日はもう閉店だ。客は帰ったし、残りのスタッフもすぐ帰宅する。この後何人かが来る予定だが到着する。ああ、これ見たね。あ、クイーンハイエナ。これとお望みのファイルを入手して、クラブもこれ以上ないくらい徹底的に破壊した。ああ、ちょっと待って。ファイル、ああ、特に冷たくなってる。死後1時間は経ってるな。いや、トラウマカードはない。忘れたわけじゃない。相棒じゃん。こういうクラブだ、盛り上がってる時にトラウマチームに来てほしくはないだろう。多分心臓だ。ちょっと張り切りすぎたんだろう。わかった。ああ、自宅に移動させてから検視官を呼ぶ。報告書には睡眠中に死亡って書かせるさ。引きずってる。今運び出すところだ。ああ、人に見られる心配はない。ああ、わかった。また連絡する。おお、あれ、この男どこかで会ったような。あれ、よせ、今は冗談を言う気分じゃない。見るべきものは全て見た。行くぞ。分かった、行こう。どこかに別の出口があったはずだ。あ、お、バッファロー BBQ。 最初にあったとこか。お、ハンの野郎。まだこいつと一緒にいたのか。黙れ、ハロルド。呼んだ理由は分かってるだろ。隠蔽工作をした理由は聞かない。そもそもどうして関わったのかもな。俺が知りたいのは誰に指示されたかってことだけだ。聞いてどうする、リーバー。手を汚していないお前には関係ないだろ。その役目は俺が買って出てやった。お前はこの町の仕組みを分かってない。理想ばっか追い求めて現実を見ることを拒否してるだけなんだよ。おめでたいやつだ。何だとは。
そんな目で見るなよ、傭兵。俺が正しいのは知ってるだろう。この街は知り尽くしてる。じゃあ仕組みもわかるだろう。視聴者もストリートもルールは一緒だ。ラインもそれを知っていた。そりゃ時にはモラルに反するようなこともしたが、全ては町のためにやったことだ。彼の名を汚すわけにはいかなかった。政治には興味がない。市長なんてドイツもクズだ。違うのはスーツくらいで。ナイトシティが新合衆国に乗っ取られそうになった時、ミリテクはパンツァーを送り込んできた。それを止めたのがラインだ。しかし人々はその偉大な功績なんかすっかり忘れ、スキャンダルにばかり食いつく。 B、 手伝ってくれて感謝するが、これは俺の問題だ。自分で片付ける。どうやってだ？俺を逮捕するつもりか？ BD の記録とお前自らの証言もある。逮捕しようと思えば十分できるさ。でも意味がない。どうせお前は口を割らないだろうが、揉み消すよう命じた奴の見当はついてる。うちの上層部が絡んでるとしたら監査部に持ち込むしかない。監査部だって何もしやしないさ。俺にはな。お前が目をつけられるだけだ。ロード、とにかく家に帰って少し寝ろ。朝には気が楽になってるだろう。少なくとも俺はそうする。行っちゃった。そう。